ごめんなさい。ちょっといい？ああ、エリカ。もう出んのか。ええ、イリアさんたちに誘われてショップを覗いてからテーマパークに行くつもりだけど。そのキーヤちゃん、こっちに訪ねてこなかった？キーヤが？なんだ、キーボーがどうした？それがついさっきロイドのところに行ってくるって部屋を出て行ったんだけど、どこに行ったのかしら。そうなのか。ディオスケかツァイトと一緒にいるんじゃねえのか。ええ、そうかもしれないわ。ごめんなさい、もうちょっと探してみるわね。ああ、ちょっと待った。イリアさんたちを待たせているんだろ。キーヤは俺が探しておくから、エリーはそっちに行ってくれよ。え、でもずっとエリーたちに任せきりなのも悪いしさ。ちゃんと見つけてテーマパークに連れて行くよ。それじゃあお願いするわね。キーヤちゃんにも新しい服を見てあげたかったんだけど。相変わらず元々だね。そんじゃ早速探してみるか。ああ、俺一人で十分だよ。ランディもショップを覗きたいって言ってただろ。そうか、そんじゃ下の宝飾店にいるから何かあったら声をかけてくれ。ああ、わかった。さてと、キーヤを探すか。多分ホテルの中からは出てないと思うんだけど、もし見つからなかったら他の場所も探す必要があるな。こんなところに、キーヤ、ここにいたのか。ライド。懐かしいな。覚えてるか？ここから一緒に逃げたこと。忘れるわけないよ。だってキーヤの記憶はここから始まったんだよ。だよな。ねえロイド、キーヤはここにいたけどずっといた場所は違うんだよね。ああ、やっぱり気になるか？自分がどういう生まれなのか。うん、なんだか最近少しずつ気になってきちゃって。ずっと昔に生まれたっていうのは
ロイドたちから聞いたけど、それがどういう意味なのか、最近やっと分かった気がする。そっか。ロイドがいて、エリーがいて、ティオやランディやみんながいて、雫やリュウたちやマーブル先生も仲良くしてくれて、毎日楽しいのは本当だけど、たまにね、ほんのたまに、一人ぼっちになった気がする。あの真っ黒な空洞に取り残されちゃったような。キア、ごめんね。ごめんなさい。本当はこんなこと言うつもりなかったのに。バカ、遠慮するなって。また言えなかったんだな。へこんでる俺たちに余計な心配をかけたくなくって。あのな、逆だよキーヤ。キーヤが頼ってくれたら、それだけで俺たちは元気になれる。負けてられるか、何クソってお腹の底から頑張れるんだ。だから遠慮なんてするな。俺は、少なくとも俺だけはずっとキーヤのそばにいるから。ありがとう。でもそんなこと言ってたらお嫁さんが来てくれないよ。こんなコブがついてたら出会いがなくなっちゃうかも。あのな、どこで覚えたんだそんなの。で、ひょっとして図書館の本で読んだりしたのか。それもあるけど、街でいろんな人と話してたらなんとなく。勉強のしすぎもほどほどにな。いずれにせよ、俺の結婚なんて相当先だよ。兄貴だって結婚しようとしてたのは25歳くらいだったからな。ライドのお兄さん？そっか、いなくなっちゃったんだよね。ああ、でも昔の話さ。兄貴の年まであと7年、ちゃんと一人前になるまでは結婚なんて考えられないさ。というか、そもそも相手がいないとダメだしな。7年後ってことは、キーヤいくつくらいになるの？ああ、今が9歳くらいだから16歳くらい。今のティオより年上か。それくらいの年になったらキーヤも結婚できる？え？いや、いくらなんでも16で結婚は早すぎだろう。そりゃ確かに保護者が認めれば16から結婚できたはずだけど。でもダメ、俺は絶対に認めないからな。そういう意味じゃないんだけど。でもそっか、心配することなんて何にもないんだよね。ああ、何もないさ。さ、そろそろテーマパークの方に行こう。ずっと楽しみにしてたんだろ。あのね、雫にテーマパークがどんな場所か教えてって頼まれてるんだ。それで雫の目が治ったら一緒に遊びに行こうって。そっか、よし、だったらなおさら目いっぱい楽しまなくちゃな。
負けられない。行くぞ。せっでや。行くぞ。やっと。まだまだいける。
任せてくれ。はあ。さあ。私の番ね。いや、先に来てたのか。他のみんなはまだ集まっていないみたいだな。私たちは少し早めに来てしまいましたので、シュリさんにミッシーの可愛さをレクチャーしていたところです。いや、違うからな。別に可愛いなんてこれっぽっちも思って。ごまかしても無駄です。先ほどからシュリさんの気になるオーラを
バッチリ感知していますから。なんだそのオーラって。仲良しだね。ここでこのまま他の人たちを待つかな。それではお二人にも改めてお伝えしましょう。ミッシーがいかにその愛らしさでゼムリア大陸の平和に貢献しているかを。おお、まだ続くのか。おい、あんたも見てないでストップしてくれよ。まあ諦めてくれ。ティオはミッシーに関してはとことん入れ込んでるからさ。すでに諦めモードかよ。ここがミシュラムワンダーランド。すげえな。へえ、私も初めてだけどなかなか楽しめそうじゃない。アトラクションとかも結構あるのよね。ま、正直1日くらいじゃ回りきれないほどあるっすね。今日はビーチで昼過ぎまで過ごしちゃったし、今からだと代表的なものを中心に回った方が良さそうだね。代表的なものというとどんなものになるのかしら。やっぱり左手に見える観覧車は外せませんね。ファミリー、カップル、どちらにも人気があります。眺めはとにかく最高ですよ。最後の締めにとっておいてもいい場所かもしれません。なるほど。ワクワクしてきますね。代表的なものというと中央の城はまさにそうですね。鏡の城、このテーマパークのモニュメント的な場所だそうです。願いを叶える鏡というのが最上階に置かれているらしくて、鐘を鳴らして鏡の前に立つと願いが叶うなんて言われていますね。あら、ロマンチックね。まあやっぱりカップルとかファミリーが多いっすね。何せその鐘を鳴らす紐が左右に2つついてるくらいだし。確かにそれは一人で鳴らすと切なそうだな。ねえねえ、あっちに見えるお屋敷って誰か住んでるの？なんかやたらと不気味そうな屋敷だな。ありゃ俺も知らねえな。最近できたアトラクションか。ええ、テーマパークでも一番新しい施設みたいですね。ホラーコースターといってかなり本格的らしいですよ。その情報でしたら私も調べておきました。どうやら最新技術を駆使した恐ろしくエキサイティングなアトラクションのようですね。そんなものが新しくできたんだ。ベルったら一言も教えてくれなかったの。テンション上がってきたわ。他に定番はないのかしら。アトラクションじゃないけど占いの館ってのも定番だね。なんでも去年入った占い師がかなりの凄腕だっていう噂だよ。相性占いから伏せ物探しまで何でもござれって話ですよね。エキゾチックで謎めいた美人の占い師さんらしいです。東方系の戦術師かしら。
それを言うならミッシーの追っかけも外せないのではないかと。パークを巡回している彼を追いかけていくという趣向です。運が良ければ彼の妹であるミーシェというキャラにも会うことができるとか。そうなのか。ディオスケの目がマジだぜ。そういえば休憩できる場所というのはどこかにあるのかしら。ああ、左のアーケード方面に休憩所がありますよ。ちょっとした軽食なんかも出されていたと思います。そこを中心に集まるといいかもしれないわね。なるべく私はいるようにするから。みんな貧血とか具合が悪くなったら遠慮なく来てね。セシルね、こんな時まで看護師魂を発揮しなくても。ええ、さすがに申し訳ないです。しかし考えてみりゃ、セシルさんに解放してもらえる絶好のチャンス。ダンディさん、本音は控えた方がいいかと。まあほどほどにして、あんたも楽しみなさいよね。普段遊んでないんだから、こんな時こそはしゃがないと。わかったわ。それじゃお言葉に甘えて。晩餐会があるから遊べるのは夕方まで。みんなチケットを渡すから、ここからは自由行動にしよう。遊びたいアトラクションがあればそれぞれ適当に組んで入る。そんな感じでいいかな。ええ、いいんじゃないかしら。了解です。わかりました。よし、遊ぶぞ。テンションマックスです。やれやれ、元気だね。引っ張るなって。なんだか学生時代を思い出すわね。